はい、心理カウンセラーの南優太です。今日はですね、心の症状が生まれるメカニズムというテーマでお話ししたいと思います。このようにですね、僕のチャンネルでは心理学とか、カウンセリング心理療法の視点から、いろんなテーマでお話ししています。でね、特にアダルトチルドレンとか愛着障害、それから HSP、ね、複雑性 PTSD とか、トラウマのね、お悩み、そういったお悩みで、困っておられる方のために情報を発信しています。で、説明欄の方からメルマガもね、読んでいただけますので、こちらは動画で、メルマガは文字でね、情報を手に入れていただければなと思ってますので、もしよければご活用ください。はい、今日なんですけれども、ちょっとこちら先に見ていただいて、この3つの丸が、あなたの心の中、僕たちの心の中にある仕組みだと思って、聞いてみてください。あくまでこれは一つの、心理療法の中の一つの、理論的な立場、一つの考え方ですので、これが全部とは思わないでください。ただしかなり使える、わかりやすい、メカニズムの説明になるので、ちょっと聞いてほしいなと思っています。はい。まずこれですね、一番上。現実、べき、理想って書いてます。で、真ん中に自我って書いています。で、一番下に欲求、感情ですね。〇〇したいとか、〇〇欲しいとかね。で、これは、例えばどういうふうに心の症状が生まれるかっていうことで言うと、例えばあなたが、親から自立したいっていう欲求を持っているとします。で、その欲求が心の中からこう上がってくる。ところが、あなたの中で、例えばね、親を自立することは親を裏切ることだとか、幸せになろうとすると親が悲しむんじゃないかとか、なんかそういうね、こう罪悪感みたいなものが、ある場合、あなたの中に自立するべきではないみたいな、そういうね、親を悲しませるべきではないみたいな、家にいるべきみたいなね、そういうこういろんなべきべからずっていうのが入っている可能性があるわけですよね。そうするとこの真ん中の自我っていうのは僕たちの司令塔みたいなもんですね、どうするか判断する自分の中の理想とか、べきの声に従うのか現実のね、に合わせて欲求を諦めるのか満たすことを諦めるのかそれとも自分の欲求や感情にある程度沿って生きるのかっていうのを判断する司令塔さんが自我なんですよね。で、この自我の司令塔は今の話で言うと、家にいるべきみたいなそういうべきといや自立したい家を出たいっていう欲求との間で板挟みになるわけですよね。で、この時に例えば健康な、吐け口ですねもしくは合理的な行動を取れば心の症状は出ないんですよね。例えば親と話し合いをして、本当に親が家を出ても、いいよと言ってくれる親だった場合ですけど、実はちょっと自立したいって思ってるんだと、そろそろ家出たいんだと、大学生だけど一人暮らししてみたいんだとかね、そんな話をしたときに、もしも相手がちゃんと答えてくれればの話ですけど、あなたは合理的な行動を取ったことになりますよね。ちゃんと親に話をするっていう行動を取るわけですね。そしたら、例えば親が、いいよ、全然そんな風に心配してくれなくて大丈夫だよとか言って、もし送り出してくれた場合、あなたの心配は、心配しなくてよかったんだってなってね。で、やっと自立したいって欲求をある程度満たすことができる。で晴れて独り立ちしましたみたいな。そうすると心の症状は出ないんですけど、もしもあなたが本当に自立したいと思っている一方で、子供でいるべきとかね、そういうべきで自分の欲求をあまりに強く抑え込んでしまった場合、こちらですね、心の症状、もしくは体の症状、行動の症状という形で、抑え込まれた欲求や感情が形を変えて出てきてしまうということがあるんですよね。で、この時に基本的な、心のメカニズムが働きます。抑圧っていうやつですね。別の動画でもまた解説しますけども、抑圧っていうのは簡単に言うと抑え込むことです。文字の通りですよね。圧力をかけて抑え込めば、感情欲求は消えるに違いないと思ってやるんだけれど、これ無意識のうちにですね。意識的にやるのは我慢とか抑制とか自制心ってやつですけど、あまりにショックが大きい場合、あまりに自分の中のべきが強すぎる場合ですね。無意識のうちに自分の感情や欲求をこんな風に思っちゃいけない、こんな風に感じちゃいけないってぐーっと抑え込むんですよね。で、ところが、これポイントなのは抑え込んでも消えないんで
ですよね。欲求や感情って基本的に抑え込んで、無理やり抑え込んで消そうとしても消えませんので、やっぱりどっかで出てきちゃうんですよね。で、これもカウンセラーになる前、そんなことあるのかってね、カウンセリングの、専門的な、あのね、教科書とか読んでても、そんなことあるって思った話で言うと、抑圧された感情や欲求が夢に出てくるっていう、まあ、症例がいっぱい載ってるわけですよね。本当にと思ってたんですけど、これ本当なんですよね。本当に実際クライアントさんで夢見る方もいらっしゃるんですよ。で、聞いてると本当にね、テーマ的にすごくその人の抑え込んできた欲求や感情のテーマとすごいなんかこう合致するっていうことがよくあります。はい、そういった感じで、ですね、今日のワンポイントですね。自分の欲求や感情、したい、欲しいっていう欲求感情をべきで例えば抑え込んだ場合、その圧力に耐えられなくて、欲求感情を自我が抑圧した、司令塔が抑圧したら、それが心の症状、体の症状、行動の症状となって出てきてしまいますよということでした。でその一つのね、症状の現れ方としては、例えば抑うつ、うつ病ですよね。怒りを抑え込んだりと、欲求を、自然な欲求を抑え込んで、こうするべき、ああするべき、こうでなきゃいけないって、こう、真面目にやりすぎると、うっせきした感情がね、出てきて、心の症状となって現れる。っていうことですよね。はい、こういった形でね、心の症状が生まれるメカニズムの一つ。ですね、これはあくまで全てじゃないので、一つの立場なので、まあ、でもね、役立つことが多いメカニズムなのでご紹介しました。また別の動画でもこういった形で話していきますので、ぜひ参考になさってください。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から、公式 LINE や無料メルマガへご登録いただけますので、ぜひそちらもご覧ください。